トラジャン・ラングドンはアメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト生まれアラスカ州アンカレジ出身の元プロバスケットボール選手現在はニューオーリンズペリカンズの GM を務めているポジションはシューティングガードアラスカ州の高校では全米チームに選ばれデューク大学では3ポイントの記録を塗り替えまた1998年世界選手権の 代表にも選ばれ銅メダルを獲得。卒業後の1999年の NBA ドラフトでクリーブランドキャバリアーズに指名され、アラスカ初の NBA プレーヤーとなる。学生時代はバスケだけでなく野球にも熱中しており、MLB のサンディエゴパドレスからもドラフト6巡目、指名を受けている。NBA では3シーズンプレー。キャバリアーズ対談後は、 ヨーロッパへ渡り、イタリアセリエへのベネトントレビーゾに入団。2003年、トルコリーグのエフェスピルセン s k へ移籍。この2チームでは、リーグ優勝の原動力となっている。2004年、ロサンゼルスクリッパーズと契約し NBA 復帰を目指したが、最終ロースターに残れず、ロシアリーグの MBC ディナボモ,モスクワ移籍。2005年、PBC チェスカモスクワ移籍。 三シーズン連続でユーロリーグ出場を果たし、2006から07シーズンはファーストチームに選ばれた。2007から08シーズンはユーロリーグ制覇に貢献し、ファイナル MVP に選ばれた。2011年、現役引退。2016年3月8日、ブルックリンネッツのアシスタント GM に任命された。2019年5月19日、 ニューオーリンズペリカンズのゼネラルマネージャーに就任した。ありがとうございます。